つらなあん。はい、毎度お越しやすつらなやだっかい。つらなだっかは前、つくらない職員、しょちんでございます。おはようございます。みんなの掲示板第115回です。もう言うてる間に10月も中旬。早いな。中旬もう下旬なりかけてんのか。なんかでも10月ってどんな感じでしたっけ、気温。なんか暑かったり寒かったり、すごい落ち着かへんねんけど、どうなのこれ。おかしくないの。ほんまね、もうなんかそういう気温の変化、気候の変化にやられないようにね、しましょうね。はい、このみんなの掲示板はですね、皆様から週1回、募った投稿を一挙公開するという、ほんまに公開するだけ、ほんまに掲示板。ネットの掲示板と一緒なんですよ。僕がだからサーバーを管理してる管理人みたいなもんで、僕が別になんかこう、その人様にいただいた投稿にとやかく言ったり、こうこうした方がいいんじゃないかってね、人の解体に言ったりするとこじゃないので、なんかこう、和気あいあいと、みんなが集える場になればいいなと思って始めた企画で、115回ですね、もうね。言うてる間に。早い。なんで皆様の、投稿だけで成り立ってる企画です。1時間ぐらいね、皆さんの投稿だけで、ほんまにコンテンツ成り立ってるので、ほんまに皆様に感謝です。皆様の敬意とね、感謝を込めて、いいねボタン押してくださってありがたいです。まあ、たくさんね、投稿いただくんですけど、そのね、投稿についていろいろ、コメント、感想コメント。これあんまこうへんねんな、言うてもな。欲しいんやけどね、もっと。まあ、あれか、皆さんなりにいろいろ考えてくださってて、ある特定の人のことをね、言ったりすると他の人も不公平になるか、みたいな感じで思ってくれてるかもしれませんもんね。まあ、なんかでもコメントね、くださったらすごくありがたいなと思ってます。はい、では早速第1投稿目からやっていきましょうか。第1投稿目の方はこちらの方でございます。じゃじゃん。はい、ひよこ金魚さんからの投稿です。あ、今回もね、ちょっとね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ひよこ金魚さん、ごめん言うの忘れてた。今回もね、作品数が多いのでちょっと早足になってしまうということと、あと1個非公開でね、コメントをくださる方がいて、それが質問やったりするんですけど、それどうなんすかね、ご返信先が載ってないと僕がこうそれに対してお答えすることができないので、まあこのみんなの掲示板内でお答えという形になるんでしょうですけど、大丈夫ですか。ちょっと何言ってるかわかりませんね、ごめんなさい。今回来たのはですね、初めて投稿したいんですけどっていうこの入り口で、芸能人の方とかね、モデルさんとかそういう方を書いて投稿してもいいんですかっていうご相談やったんですよ。それね、 OK です、大丈夫です。ただ一つだけ注意点がありまして、この僕のみんなの掲示板に出すときは、結構ネットとか見るとほら芸能人書いたりアニメキャラ書いたりしてるじゃないですか。あんなんてね、別に完全に OK でもないし、ダメってわけでもないんですよ。ちょっとグレーと言ったらあれですけどね。だから個人個人楽しんでいただくのは別に僕全然いいと思うんですけど、この僕の企画内で、そういうなんかもし、案件トラブルとかがあったら、僕がこう対応できないですし、皆様にご迷惑をおかけするので、僕が、あ、これは案件に引っかかりそうやなっていう、完全に僕の独断になってくるんですけど、例えばこれ完全に大谷翔平くんやなとか、完全にこれは呪術廻戦のキャラやなとか思ったものは、モザイクをかけさせていただこうかなと思っております。でも案件のものやからって言って紹介しないとかいうことじゃなくて、まあ、ちょっと雰囲気だけでもぼかしの上から楽しんでもらうっていう形になりますかね。ほんまお出ししたいんですけどね。あと投稿方法なんですけど、それは最後にも載っております、動画の。この動画の最後にも載っておりますので、それを参考に、写真撮ったやつをファイルアップしてくれたら大丈夫です。もしわからないことがあったら、返信先のメールアドレスとかを一緒に記載して、また非公開で僕の方にお問い合わせくださったらなと思います。はい、すいません、ひよこ金魚さん、申し訳なかったです。はい、では1投稿目からやっていきましょう。最初の投稿はひよこ金魚さんからの投稿です。じゃん。はい、こんにちは、お久しぶりですね。そう、この間ね、生放送でおっしゃってたんですけど、 3D ペンって知ってます、皆さん。こうね、僕もあんま知らないけど、こうペンからニューニューニューとこうなんていうの、樹脂が出てきて、それをこう積み上げていくっていうかな。まあ見てもらった方が早いか。スピード調整ができないペンだったんで難しかったです。でね、もちろん金魚、作られたみたいでね、それをちょっと見ていただきましょう。動画を送ってくださいました。もういきなりすごいですやん。いきまーす。じゃじゃん。なんかもっとこう、ギザギザになるんかなと思ってたんですよ。ペンでこう積み上げていくと。なんでこんな、つるっとしてんの、この表面とか。すごくない、このヒレのこのね、筋とか。僕が思ってたものの、なんだろうか、数百倍すごくてびっくりしました。いや、ありがとうございます。かわいいしな。やっぱ立体物も作れるって、やっぱ相当金魚愛があって、ね、普段から見てるってことですよね。素晴らしいです。楽しいですね、立体ペンもね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。奈良さんからの投稿です。あ、今回水彩画デジタルをね、二
2つ学ばれてて素晴らしいですよね。80年代風のイラストにして額に入れて飾ってます。行ってみましょう。あ、お酒配信、大臣ありがとうございます。おー、あ、なんかでもちょっとわかるわかる。いつも長谷さんの画風とちょっと違う感じもするな。おしゃれ。すごい。ご自宅なんですか？めちゃめちゃおしゃれ。いいですね。なんかこういうエスキアはなんかシンプルな感じでね。いろんな絵描けるんですね、長谷さんね。ペンが尺彩っていう感じですね。おしゃれ。なんか女性雑誌のね、挿絵に載ってそうな。素晴らしいです。たくさんこれからもね、いろんな画風見せてくださいね。あとお待ちしております。フライボソルさんからの投稿です。毎度です。わ、すごい。バイクで小石川のところだったんで、早速行って写真撮って書いてました。うわー、すごい。行動派ですね。三本以外これといった景色ありませんでした。ママさん、なんでそんなママさんなんですか、いつも。わしわい。あ、臨済宗なんや。うちも臨済宗なんですよ。宗派。誰が興味あんねんやけど。見てみましょう。おー、またこれ本格的な水彩ですね。あの前はね、ちょっとメルヘンチックな作風で描いてくださったんですけど、今回のほんまに本格水彩ですよ。この木漏れ日のね、あの表現とかすごくないですか。この岩のシミ、石段にシミがあるようじゃなく、こうちゃんと光が漏れて、ここに映ってんねんなっていうことがわかりますよね。すごい。なんかほんまにあの石上がっていけそうなね。迫力がありますよね。色もみずみずしいわ、この緑がね。素晴らしい。そうか、ここしか見どころないとこあったんですね。まあそういうこともあるか。結構でもなんか、なんやろね。観光客向きになんかいろいろゴテゴテしてるわけでもなく、こう寂れたっていうかな、そういうとこ僕好きですよ。いろんな画風見せてくださって、ね、楽しいです。いつもありがとうございます。まだとこましております。トタンさんからの投稿です。そうなんですよ、ね。今日なんかね、ちょっと暑いですよね。夏日もあって、ほんまよくわかんないですよね。今ね、人物画ね、お得意な人物画を、彩色を頑張ってらっしゃるということで、今回もね、たくさん作品いただきました。1枚目は人物画、2枚目はコスモス。で、3枚目はまた、あの人物画ということです。見てみましょう。はい。素晴らしい。まあ、ドタンさんのね、人物画って安心して見られますよね。大概ね、鉛筆画をずっと描いてらっしゃる方ね、色鉛筆に入ってくると全然ダメになっちゃったりもするんですけど、ドタンさんしっかり細かい肌の色を見られてますよね。いわゆる肌色っていうだけじゃなくて、このね、ちょっと青っぽいとことかもあったりしてね、ほんま皮膚を感じます。はい、2枚目です。はい、コスモスです。おー、すごい。これもいいですね。なんか、バーンとこう手前にね、コスモスを持ってきといて、後ろの方はこうちょっとね、ぼかし気味に描いてる。まあ、一眼レフで撮ったりするとこんな風になるんですけどね。そういうとこよく話されてますよね。はい、3枚目です。あ、こちらも素敵や。色がいいですよね。この後ろがほらちょっと暗いじゃないですか。単にこの暗いからって言って黒を塗っちゃうんじゃなくって、このほらね、この青黒い中にも深みがある色がね、いっぱいあるんですね。この茶色っぽかったり緑っぽかったりね。人物ももちろん素敵ですよ。しっかり観察されてるなっていうことがわかりますよね。たくさん練習されてるようでね、ほんまね、僕も頑張らなあかんなと思われております、いつも。ありがとうございます。なんとごましております。うささんからの投稿です。わ、すごい、初めて野外スケッチに行きました。おー、嬉しい。もう野外スケッチ推進派としてはめちゃめちゃ嬉しいですね。お地蔵さんね、お家の近くにあったんですね。えのき地蔵言うんや。ほんで横にえのきがあんねや。そっからつけたのかな。パワーもらえないかと。いや、でもね、僕もね、気触るんですよ、結構。なんかよくわかんない。スピリチュアルとかも全然わかんないですけど、なんかパワーもらえてる気しますよね。僕抱きついたりしますもん、木に。では、先に行ってみましょう。あ、かわいい。あるある、この地域のね、こう塗ってあるお地蔵さんですよね。あるわ。なんかでも、こういうの僕大好き。なんか観光的になんか整えられた仏像さんとか、そんなんじゃなくて、地域の人がなんかこう、地域の人がこう大事にしてる感じが伝わってくるっていうか。でね、やっぱね、構図取りにもね、外で描いた良さが出てると思うんですよ。どうしても写真書いてしまうとね、なんかこう、狭い四角の中に押し込みよう押し込みようと思っちゃうんですけど、小沢さんね、やっぱ外に出た甲斐があってね、すごいいい切り取り方してるんですよ。構図が。まあそうなってしまったかもしれませんけどね。でもすごく好きです、僕これ。構成がしっかりしてる。ね、ぜひね、こうやって外出たからこそこのね、奥のこの色とか、肌で感じるものを表現できるんですよね。これからも機会あったらね、スケッチ行ってくださいね。ありがとうございます。まだとこまでしております。キアポンさんからの投稿です。うわ、すごい、鉛筆12本セットで書いてみました。おわ、忙しいですね、キアポンさんもね。お仕事をされてますからね、こうやってガイドをされたりしてね。素晴らしい。では作品行ってみましょう。おー、あ、でもなんか、いろんな幅の鉛筆のセットを買われたからか、いつものキアポンさんにもちょっとメリハリがついてる感じしますね。濃いところがしっかり濃くなってるっていうか。ね、4H とかね、H 系のやつってどう使うんやってね、悩むと思うんですけど、このね、
こう屋根のところとか薄い系の鉛筆使ったんじゃないかな。こう微妙なね、合わさ出せるんですよね。硬い鉛筆って。いや、ほんで構図に迫力があるな、やっぱキアポンさんの絵は。なんかこう迫ってくるもんがありますよね。書き込みもほんま愛情を感じる細やかさでね、いつもほんまにね、なんか嬉しくなります、キアポンさんの絵見てると。なんかこんな風に書いてもらいたいなって思いますもん、自分の街も。うん。忙しいみたいですけどね、体調には気をつけてくださいね。まだとこましております。はい、来ました。ヌーさんからの投稿です。はい、ジョジョです。ちょっとヒゲ濃いすぎやせんか、これ。こんな、でもね、酔いが回ってきて眠たなってきた時の目はそっくり。うん、めっちゃめちゃ似てる。濃いなぁ。はい、カラゲママと写真撮った T シャツの五条が見えづらいけど、います。はい、そうなんですよ。これ楽しみにしてたんですけど、なんとなんと僕のチャンネルでね、チャット欄とかでよく来てくださる、カラゲママさんっていう方と、実際に会われたんですよ、ヌーさん。ちょっといろいろ紆余曲折あってね、大変やったんですけど、よかったですね、会えてね。そのね、なんか一日デートした時の写真をいっぱい送ってくださってるんですよ。これ楽しみにしててん。はい、行きます。じゃじゃん。おーははははは。でけえな、絵が。はいはいはい、そう、わかりやすいように、お互いね、T シャツをね、着たと。カラゲママさんこれゼルダなんかな、ちょっと映ってなくて見えないけど。で、ヌーさんが五条の T シャツ着て、お互いにこう見つけ合ってね。すぎな、えとるな。いや、よかったですね。なんか嬉しいわ、僕も。仲良くしてくれてみんなが。行きたいとはあんま思わへんねんけど。シルクとクワチャミックソフト。何それ、マニアックなソフト。何クワチャ、抹茶じゃないんや。美味しそう。なんかデート満喫してるやん。川又シャモの店。お冷や五条みたいな青。何を撮っとんねん。これいるこれ。カラゲマ親子丼の鶏カツ定食頼んだ。うわぁ、うまそう。いやめっちゃうまそうなもん食うてる、二人で。なぁ。あれ山椒やな。ちょっと怖いわ。瓶がもう怖い。あれか思った。杉な子なかも。杉な子か思った。あ、杉な毒ダミコかけた。めっちゃかけとるー。うわー、かけたな、これ。じゃ、なに、カラゲママさんにもかけんと、それは。山椒の粉なんかかけてる場合ちゃうで。ちゃんとさっさってやったげんと。かけたな。いやー、怖いわ。知り合いがそんな粉かけてるときにすごい他人のふりしたくなる。はい、ごちそうさまでした。おごって思ったのかな？美味しかった。あ、よかったね。全部食べてるわ。あれはあんだけかけんの、やっぱりな。異国の祭り連れてってもらったアルゼンシンの楽器。おー、そうそう、なんかこういうイベントやってたみたいなんですよね。この時にちょうど。へぇー。提灯の筆みたいな笛吹いてる人。あ、え？あー、わかったわかった。鉛筆か。これ。人に勝手に杉菜を生やすな。あるある、こういう楽器ね。カンチータ買った。何カンチータって。何これ。あ、何やろこれ、トウモロコシ？あ、トウモロコシのフライなんや。え、ちょっと美味しそう。え、ちょっと食べたいこれ。カラゲマと半分したカンチータうまい。あ、おつまみみたいなんや。あ、ビール飲みたい。飲んだよか。あ、そうか。運転してきたんかでも。あー、結構でもあれや。細長い。いやでも美味しそうやん。食べたい。民族音楽隊の人たちたくさん来てた。わー、結構賑わってんねや。これどこなんやろ。楽しそうでよかったね。夕方くぼらすいた唐揚げエンパラーダのタコス注文した。エンパラーダ。ああ、これか。へえ、なんか面白そう。いろんなもんあんねんな。タコスうまかった。5時にも食わせてやりたかった。あ、美味しそうでも。これは杉菜子かけへんねんな。うん。リオンドールによく行って、リオンドールに寄ってくれた唐揚げ。リオンドールって何やろ。おー、美味しそう。めちゃめちゃ一日満喫してるやん。よかったね。結構食うとんな、ほんで、おめえら。ちょっとつらなみんなのおかげで、カラゲママに会いました感謝。あ、ありがとうございます、カン。いやいや、全然もう、何もできずに申し訳ない、本当に。よかった、よかった、でも会えて無事ね。楽しかったようで、よかったやん。はい。で、次のこの投稿よ。これあれやん、おかんがさ、息子とか、旦那になんか送ろうとしてた LINE を、全然違う人に送ってもうた時のやつやん、これ。なんなん、これ。迷うねって言われても知らんがな。自転車のパンクを修理する動画やってくれ、承知必要だろ。なんで僕焦んなんで、ね。そんなもん、山ほどあるやろ、YouTube 探したら。僕、パンクしてへんし、ほんで。
帰ったけんのさん、ありがとうございました。これ以外にもなんか非公開でいっぱいなんか着てたあれは何なの？全部見たけどやな。勝手に僕をなんかパロディにせんといて。なんであれ非公開であんな大量に送ってきたん？ 20 枚ぐらい着てなかったっけ？そんな着てないか。はい、竹野さん、頑張ります。よかったですね、楽しまれてね。うん、僕も嬉しいわ、ほんま。仲良くしてくれて。ありがとうございます。まだ続行しております。チュンちゃんさんからの投稿です。おはようございます。うまく書いてやろうと、癒し根性嫌やわ。わかるけどね、でも思っちゃうよ、でも。皆さんの心が平穏でおられますように。行ってみましょう。じゃん。はい。花苦手やとおっしゃりますけど、めちゃめちゃ上手ですよね。うまい。絵の具の置き方が。ほんま塗ってるんじゃなくて置いてるよね、じゅんちゃんさんの絵は。これ水彩画の結構大原則やから。うん。しっかり面的処理をしていけてるからね。素晴らしいと思いますよ。こちらのデッサンは、あ、デッサンじゃないのかな、これ。デッサンか。こちらのデッサンもね、よく見られてますしね。はい、次です。上は卓上放棄、厚み難し。象のいる公園、心が苦手なのか、色を着たな、まあ、絵描いてなんぼです。何や、独り言か。見てみましょう。おーおお、でも厚み出てます、出てます。素晴らしい。こっちはまたなんかアーティスティックな感じですね。画面構成されてるっていうか。いろんな書き方できてすごいですね、チュンちゃんさんね。いつもありがとうございます。また投稿回しております。ももさんからの投稿です。ありがとうございます。昔の線が、あ、前もそうでしたもんね。リメイクっていうか。どうでしょうか、見てみましょう。じゃん。おお、おしゃれ。一筆書きのようになんかデザイン構成みたいなのしてるんやな。綺麗じゃないですか、色薄くつけてるけどね。なんかこの、なんていうの、泡みたいな表現、これもいいな。あ、これはパステルで描いてんのか。面白い。おしゃれおしゃれ。めちゃめちゃ好きです、僕こういうの。昔のやつまだ撮ってあるのすごいね。線画だけしといて後で色つけるっていうのも楽しいかもな。そういえば。時を隔ててね、また感覚も変わってきて。ありがとうございます。また投稿しております。杉戸さんからの投稿です。ありがとうございます。うわ、すごい。モネの印象日の出を模写。和風日の出。見てみましょう。おー、あ、すげえ、ほんまになんか和風な感じ。え、これなんかにじむ紙に書かれてるわけではないか。なんかほんま確かにね、こんなサインもすごい和風で。でも印象派って結構日本のね影響を受けたりしてるからね、あながち間違いではないですね。すごい、いろんなことをされて勉強されてるんですね、皆さんね。素晴らしい。模写もね、一つの大事な勉強ですからね。色綺麗やな。これからまたたくさんで、ね、模写して勉強してくださいね。まだ投稿しております。ワイボンさんからの投稿です。アイビフライ。透明水彩ね。やっぱりある程度詳しく書くしかありませんさ。そうなんですよ。あれ難しいですよね。あんまり大雑把に書きすぎたらほんまね、エビフライになるからね。こちらご清聴いつもありがとうございます。じゃあ作品見てみましょう。ほら、今ちょうど匂ってますね。金木犀。この近所でもね、何個か木あってね、窓を開けてるとね、ほんま香り強いですよね、金木犀って。ほんまに香ってきそうなね、素晴らしいやと思います。これぐらいのね、十字をこうしっかり描いた方がいいんかもしれませんね。葉っぱのこの感じとかもね、よう見てるな、このテカリ感。どうよ、この2回目に重ねたこのね、影によって、光ってるとこをこう塗り残してですね、結構ボコボコしながらテカった葉っぱなんですけど。そういうとこもしっかり合わせてるしね。ここにもあんねんけどね、今ね。うん、エビフライ並んでよかったです。まだ投稿しております。かやくさんからの投稿です。こんにちは。ああ、いいですね。鴨川。鴨川デルタって何やろ？京都府立医科大学病院あたりから書いたものです。夢なんとこなんでしょうね、多分ね。ああ、土砂でね、堆積してできなんか、そうそう、そんなんなんか変わってきますよね、川の形ってね。そう、京都は変わらんといてほしいな。ほんまにね。では作品見てみましょう。おー、ほんまや。なんかでもすっごい京都ですね。これ見てると。僕も京都府なんやけどな。やっぱ違うな、与幌川とは。いや、こんなん見てるとまた行きたくなるですね。こういうとこね。またこれから紅葉のシーズンとかになってくるとね、また嵐山の方も綺麗になってきますし。ええな。そしてお上手や。やっぱり色の使い方をよく分かってはるっていうかね。しっかり描かれる時もあるんですけど、こうやってちょっと単彩風にね、仕上げられてもすごいスッキリしてね、いいですよね。この段々になってるとことこの表現もにくいな。うまい。また京都行きたくなりました。ありがとうございます。まだ投稿しております。りょうさんからの投稿です。こんにちは、久しぶりです。あー、マジですか？ちびちゃんの絵を描きました、水彩で。いやー、あ、僕の撮った写真で。いやー、嬉しいな。そう、レオさんね、なんか昔のね、僕のハードパックのやつとかもね、見てくださってね、Vlog。いや、恥ずかしいやら嬉しいやら、ほんまに。ありがとうございます。ねえ、ほんとね、季節変わっていきますからね、お互い気をつけましょうね。ではでは、作品見てみましょう。チピちゃんです。すげえ！うまっ！これね、そうそう、僕覚えてますよ、この写真。
そう、ちょっと神々しく撮れたんですよ、これ。いや、うまいな。すごい。もう完全にチーピア。いや、レオさんお上手ですよね、ほんまね。もうなんか、ほんま水彩画よくわかってらっしゃるっていう感じが。なんだろうか。もう先生になれるレベルですよね。色の使い方とかね。これだって実景がさ、これ僕のテーブルなんですけど、こんな色じゃないんですよ。しっかり自分の色を作って持っておられるっていうのもあって、見応えあるんですよね。ただ写しただけっていうんじゃなくて。この毛も一本一本描いてないでしょ、レオさん。一本一本描いてないのに、ふさふさした毛を感じる。ほんま光ってるみたいだもんな、毛がね。後ろからこう、窓から光さしてるんですけど。いや、ありがとうございます。これもうめちゃめちゃ、母も喜ぶと思います。チビももちろん喜んでますけどね。大事に保存させてもらいますね。ありがとうございます。すごいな。ありがたいね、ほんま僕のね。愛する猫ちゃん描いてくれるっちゅうのはな。ありがとうございました。などとこましております。ここのお姉ちゃんさんからの投稿です。おはようございます。マジですか。うわ、悲しい。ヒーターが故障で魚が全滅。うわぁ。あ、なるほど。逆にヒーターが壊れて動かんくなったんじゃなくて、熱くなったんや。うわぁ。一晩中涙した。そらね、辛いわ。いやでもそれは仕方ないですよね。わかんないですもん、そんな。最後にね、せめてものということでね、死んでた仲間たち忘れないように私をやしてくれたお魚たちを絵に描いて残しました。いやー、悲しいなー。じゃ見てみましょう。うわー、辛いなー。これがね、空になった水槽。いやー、これは悲しい。ここにいっぱいいたのになー。で、これがね。はい。いやー、もう辛い。悲しい。でもね、もう、こう忘れないようにってこう書いてらっしゃるのすごい素敵ですよ。ね。僕も赤ひれ飼っててね、あいつら可愛いんですよね。エビはでも生きてるんや。すごいな。エビって結構暑いの苦手ですよね。南のウマエビとかね。よう生きとったな。はい。どうなん、超辛い時にね、投稿してくれてありがとうございます。まあでも仕方ないですよ。事故ですからね。まあまあ落ち込まないようにしてくださいね。こうやってね、お仲間のね、見せてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。まだ投稿しております。ヨッピー013からの投稿です。はい、まだまだお話は続いておりますよ。あ、すごい敵じゃないですか。敵の狼の子供。命がけで捕まえてきた。狼の子供たちはみんなに可愛がれる。そうなんや。どんな展開なんねやろ。川瀬ハスイ店行ってきたんですね。おー。そうそうそう、浮世絵といえばね、江戸時代に活躍した広重とかが有名ですけどね、この大正から昭和にかけてね、めちゃめちゃ、なんていうかな、新しい浮世絵のブームみたいなのが起こって、その時のね、ほんまに素晴らしい作家なんですよ。ね、僕も見たいな、楽しんでこられたらよかったです。では、作品見てみましょう。あ、かわいい。めっちゃかわいいやん。そっかそっか、狼さんの子供を捕まえてきたと。へえ、これ可愛がられるんや、羊たちに。恨まれそうですけどね。ちょっとこう、やや俯瞰気味にね。描いてる構図とかもお上手ですね、やっぱね。やっぱりなんかこの構図のセンスとかね、配置とかも漫画をよく読まれてる感じがするんですよね。鳥山明さんにもなんか似てるような感じがして。ね、可愛らしい。顔がまたいいんですよね。可愛い。ありがとうございました。また投稿しております。かぎなさんからの投稿です。おはようございます。ねえ、カマキリこの間僕も見ました。あれほんまちょうど秋になったら出てくるけど、どっから来るんやろね。だってあんな大きくなってるのは、出てなってるやんか、普段から。前から。いつ出てくるんでしょうね。またこれで惹かれてるんですよね、よくね。カマキリが。かわいそうやなと思いつつ。あ、城陽市に行ってきた。空の広い場所に身を置くのが好きなようです。あ、確かに。かぎなさんの作品ってほんまになんか広い感じしますもんね。では作品見てみましょう。おー、また雄大やな。手前にこうね、何もなくてこうね、土地が広く見えてて、空も広く見えて、遠方に山がある。これはもう鍵穴さんの代名詞というか、いいですよね。また文字がね、ほんでいいんですよ。鍵穴さんの文字。なんか、文字が絵の一部になってるっていうかね。よくほら、マスキングテープをしてね、額縁効果出す方も、まあ僕もするんですけど、いらっしゃるんですけど、鍵穴さんはなんかこう、塗り残してるところもこうあったりしてね、面白いんですよね、それが。ただ四角に残すんじゃなくて。いやー素敵や。色がまたね、いいんですよね。この色が。点描とこう、広いところ塗るのをこうね、混ぜ合わせてね、塗っておられる。素晴らしいです。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。バックさんからの投稿です。おはようございます。お疲れ様です。に、まる、あ、ひ、まる、てまるく。まるに当てはまる文字を当てても何もあげません。マジか。自信あったのにな、当てる。ボタン桜の苔が気になって書いてました。おー。
また着眼点がすごい。私には一番の課題が背景です。アドバイスいただけると嬉しいです。背景難しいですよね。作品見てみましょう。おお、あのでもなんかみんながこう見たことがあるこう桜の感じがよく出てますよね。そこで筋筋になってるこのね幹の感じとこの苔もいいじゃないですか。なんかこう思い起こさせてくれる絵ってやっぱ魅力的やなと思うんですよ。脳内にあるこの質感、それぞれ皆さんあると思うんですけど、こう触った時の感じとか、そんなんがね絵に現れてるなと。で背景なんですけどね、あのこういうちょっとなんていうんですかね、小さいあの桜の細かいね花とかが後ろにほんまあるんでしょうけど、それをうまくねあのぼかして表されてるなって。なんかちゃんと桜があるように見えるんですけど、近づいてみたらそんなにね書き込まれてないっていう、ちょうどいいぐらいの背景やと思うんですけどね僕は。まあ本人的には納得いってないんでしょうけどね。僕はすごくうまく桜を表してるなと。白く塗り残してね、ちょっとピンク入れてスパッタリングとかも活かしてる、バッチリじゃないですか。構図もかっこいいですしね。たくさんありがとうございます。鉛筆画もねたくさん練習されてますしね、貪欲やなと思って、うまくなりたいっていうね思いが強いんだなと感じました。ありがとうございます。なんとかお待ちしております。サイパンさんからの投稿です。ベートーベンの月光に取り憑かれてるかのような画家さんの絵ね。ちょっとそれをサイパンさんね描かれてるんですけども、 YouTube の背景に3秒ずつ現れる絵を見て描いてます。どういうことやろう、なんかそういう YouTube があるのかな。今回は再度空想画です。犬の王国と題しました。見ましょう。おー、かわいいかわいい。なんかこれ独特ですよね。なんか白とか結構リアルに描かれてるんですけど、ワンちゃんがちょっとねキャラクターっぽく描かれててすごい目立つんですよ。これピアノ弾いてるのかな、ワンちゃん。そういうわけではないのか。でこのワンちゃんのこの白い丸と被るようにこう月が描かれてるっていうのはねいいですよね。なんかすごい素敵な魅力がある絵ですねこれね。僕好きやな。またこの青いねアンニュイなねブルーが好きや僕。ありがとうございます。また投稿待ちしております。鈴木塚さんからの投稿です。おはようございます。あ、金木犀見てください。ありがとうございます。エビフライね。お、すごい、ちょこっとイラストを描いてみました。絵日記風。にゃんこちゃんもやっぱ感じるんかな、あの匂いは。関西で描いたんですか、なんとなく暗くなっちゃって見てみましょう。そんなことないよね、暗くないですよ。母さんどうかしました。顔かわいい、いい香り。あー、でも上手。このね、やっぱキーはこう色味やと思うんですよ、金木犀。ただオレンジじゃなくてね、ちょっと深いオレンジ、ちょっと茶色っぽいっていうか、そういうところもあるんですけどね、しっかりそれも表されてるしね。いや、すごい匂い感じますよ。あとイラスト風って言ってますけど、こうね、ぼかし加減とかね、結構やっぱ水彩画を学んでる方の表現もね、取り入れてたりしてね。めちゃめちゃ素敵やと思います。なあ、でも早いねんな、金木犀終わんのって。咲いてるうちに楽しみたいもんですよね。ありがとうございました。また投稿待ちしております。クロッキーさんからの投稿です。おはようございます。うわ、やっぱりほら、やっぱり。デザイン専門学校時代の作品。もうね、見たらでも分かりますよね。めちゃめちゃお上手でしたから。ああ、でもそういう道の方なんやなって分かりました。で、あれはね、昔の学生時代にお書きになった作品なんですけど、今回はね、最近書かれた作品。酔う女。あ、実はモデルの説明ですか酔っ払みたいな女性の絵になってしまいました。そういうことか。オイルパステルでね。いやー、トメスさんもやってるんですね。素晴らしい。こちらこそですよ。まだ投稿してください。ありがとうございます。ではでは作品見てみましょう。おー、でもおしゃれ。いや、やっぱりでもあれですね、数十年経ってるとはいえ、それデザイン学校で学ばれたそのものの見方とかね、センスはやっぱり未だにご健在というか、この色の使い方がやっぱすごいですよね。普通の人じゃできないね、この眉毛を緑に塗ったりね、頬を赤く、あ、そうか、頬を赤くしたから酔うなってでも酔っ払いみたいに見えんけどね。なんかよくあるじゃないですか、あの海外のね、頬が赤いね女性ってなんかちょっとかっこよく見えたりするじゃないですか。めちゃめちゃおしゃれですけどね。すごい。やっぱ色使いやな。僕こういうのを見てると憧れるな。僕色ほんま苦手で、素敵ですね。ありがとうございます。またこれからもね、水彩もやられるということでね、作品またいろいろお待ちしておりますね。楽しみにしてます。まだ投稿待ちしております。影山さんからの投稿です。おはこんばんちは。あ、ぬさんからのお土産。エミナ石鹸とアグニの塩。あ、行き合わせてくれた方々お世話になりましたね。ほんまみんなでね、どうしようどうしようって言って考えたもんね。僕のゲーム配信の方やけどね。うん。え、杉名マジで食われたん？ちょ、冗談出てたんですよ。あの、初めてお会いするから、ヌーさんって分からへんやろから、ヌーといえば杉名やから杉名食われとけって言ったんですよ、誰かが。僕が言ったんだっけ？
マジで食われてたんですか白飯にマジでかけたのが特に印象的でした。実際喋ってみると変わってて面白いんで、また会いたいと思います。ああ、そうなんや。でもよかったですね。楽しめて。もうお友達になってあげてください、からあげまさん。絶対友達おらんやろうから。では、送ってきてくださった写真です。じゃん。わあ、なんなんだ、これは。エミナ40リッター洗濯。あれ、優しいな。40リットルにつき3グラム使うんやでって書いてくれてんねや。ヌンさんね、なんかもう変わってておもろいねんけどね、結構気使うとこあるんですよ。ちょっと可愛らしいな、これな。あ、これがね、いつも勧めてる。僕結構でもこういうの好きよ。これええんや。アグリの塩。今度買ってみようかな。これアマゾンとかで買えんのかな。よかったですね、でもね、お会いできてね。ちゃんとエミナも使ってあげてね。これ渡すってすごいな。なんか、初対面の人に白い瓶に入った粉渡すの結構な勇気よね。はい、かけますね。もう一枚送ってくれてます。お、ゼルダの伝説最新作オマージュ。ツララちゃんが杖でショーチンとチーピを操作して杉なんの子と戦うシーン。なんじゃそりゃ。話続かない。1話完結編ですね。ではでは作品行ってみましょう。じゃじゃん。おかわいい。そう、ちょっと僕わかん、最新作って何？知恵の贈り物じゃないのかな。いや、かわいいツララちゃん。似てるよ、似てるよ。チーピもね。あ、僕は戦ってんねや、これ、杉南の子と。杉南の子悪そうじゃないよな、でも可愛いな。仲間にしたらええんちゃう、もう杉南の子。これまた、チーピの顔がええよな。チーピ役立つんかな。前回はね、役立ったけどね。ありがとうございます、からあげまさん。楽しまれてよかったです、本当に。報告ありがとうございました、ほんとね。ムサのことよろしくお願いします。あとお待ちしております。レモコの旦那さんからのタコアです。ありがとうございます。はアクリル画に戻ろうとしてるんですけども、まだ水彩画のね、できてない課題を挑戦したいということで、書き込みすぎない。塗り重ね3回以内。わあ、すごい。ちゃんとあの課題設定して始めるっていうのが素晴らしいですよね。では、作品見てみましょう。じゃん。あ、でも、わかります、わかります。まあ、これ、レムコの旦那さんの良さでもあったんですけど、いつものこう、何やろうな、対象にすごい迫るような重厚感のある描写じゃなくて、ちょっとあのさらっと描かれてますよね。いやー、どっちもいいね。でもね、だからこうなってきた時にご自分がどういう風な表現したら一番納得いくかっていうことですよね。みんなが好む表現でも自分が納得しなきゃかったらダメだと思うし、アクリル画っていう手もありますしね。あれはとことん描き込めるので。いや、でもこれもめっちゃ素敵やな。色もね、ふわっとしてて優しい感じになってありますよね。やっぱね、あんま塗らないことを意識すると透明水彩のこの良さっていうか、いやー、素晴らしい。いろんなことをね、挑戦されてね、課題設けてやってらっしゃるのがね。僕最近絵描けてないんですよ、全然。あ、仕事では描いてますけどね、練習できてないなと思って。皆さんの作品に対する貪欲さ、情熱をね、今ひしひしと感じて、自分もあかんなとやらんと思いました。ありがとうございます。まだとこましております。三体崩壊さんからのタコアです。おはようございます。あ、寒くなってきた。あ、三体崩壊さんのとこ寒いかもね。でもこっちもね、夜中ね、寒い時もあるし暑い。今日なんかすごい暑いんですよ。なんかね、体が馴染まんなと思って、なかなか季節に。で、今回はね、三体崩壊さんね、同じ作品っていうか、モチーフは同じなんですけども、1枚目が去年に描いたもんで、2枚目が今年描いたもの。あ、今年は今か。同じモチーフを描いてるんですけども、この時間の差、経験の差でどんな風に変わったかっていうのを見せてくださるみたいなんですよ。で、成長がよく分かったと、自分が。まあ確かに三体お母さんめちゃめちゃ頑張って練習されてますもんね、最近ね。それが嬉しくて今回投稿させていただきました。では作品見てみましょう。はい、こちらが1年前の作品です。でもね、1年前からお上手ですよ、めちゃめちゃ。水彩画って僕一番難しい絵画やと思ってるんですけどね。多分扱い始めてばっかりぐらいですよね、多分。これが去年のやつです。ね、めちゃめちゃ素敵ですよね、これ見てるだけやったら。でもね、これ次見たらね、じゃじゃん。確かに。いや、すごい。いや、確かにデッサン力とかも上がってるし、僕一番すごいなと思ったのが、やっぱ質感表現と絵の具の透明感をこう、活かす塗り方。このガラスの瓶のこの、どうですか、透明感。僕、このガラスの瓶にね、こう、ちょっと、ボコッとなってるとこあるじゃないですか。この文字が書いてあるのかな、数字とか、ここの表現とかすごいなと思う。このね、水入ってるとことこの空洞のとこのこの差、いや
まあ、あの絵でね、大事なことっていろいろあるんですけど、デッサンがまずできてることと、あと色が的確に塗られてることと、ここまでは結構みんないけるんですけど、その先にね、質感表現っていうのがあるんですよ。例えば触ってみたら冷たそうだなとか、ふわっとしてそうだなとか、ここまで描ける人ってなかなかいないんですけど、もうその域に達してますもんね、三体方向さんって。これなんかもうほんまツヤっとしててね、頬をこう当てたらヒヤッとする感じがするじゃないですか。いやー素晴らしい。背景の処理の仕方もね、やっぱ絵画的になってきてますよね。うん、いやなんかでも嬉しいです。僕もね、こうやって間近で楽しんでね、描いておられて、しかもこうやって成長も共有していただけて、これからも楽しく頑張って描いてくださいね。まだとこましております。ケモクイチさんからの投稿です。おはようございます。わ、久しぶりに友人と会い飲みに行きました。おー、いいですね。ケモクイチさんね、もうこの間大変なことになりましたからね、たまにはハメ外してね、よかったじゃないですか。でも飲みすぎて翌日は二日酔い気味でした。二日酔いの気分をね、に書いて送ってくださいました。あ、この間のこともありがとうございます。今ちょっとマシになってきてるかな。では作品見てみましょう。おー、二日酔いってこんなんなんか。僕はね、体質的にあまりお酒飲めないので、二日酔いにそもそもならないんですよ。飲めないですもん、そんな二日酔いになるぐらい。こんな感じなの、ちょっとしんどそうやな。でもこれはわかんないけど、五重の塔みたいなのは何なんやろ。頭痛かな。いやでもなんかこう感情をね、表現できるっていいですよね、ってね。なんかこう言葉にできないものを表せるっていうか、二日酔いを言葉に表すのって難しいじゃないですか。頭がガンガンするとか、迫りくる吐き気とか、なんか凡庸になってしまうんですけど、絵やとやっぱなんか細かいニュアンスまで伝えることができそうでね、そういうとこ可能性感じますよね。かっこいい。ほんで、キムキさんありがとうございます。もうくれぐれも飲みすぎには気をつけてお互いにね、健康には気をつけましょうね。なとこましてあります。おばんじぴしさんからの投稿です。ちょうちんさんによしよしさんでつらさん、うわ、またつらちゃんも書いてくださったんですか。もう今日どうしよう。チーピもつらもね、書いてくださって皆さんに。先日私の心の中にふっと現れてくれました。本当ですか。つらちゃん行ったんか。いやいや、もう嬉しい。でもそうやって頑張ってね、書いてくださってんの。子供時代の楽しい気分に戻れ、絵も素朴に仕上がりました。つらさんありがとう。いや、ありがとうございます。よかったな、つらちゃん。おい、つらちゃんよ、ありがとうございますって。やっぱ優しい人の元に行くんですね。はい、では作品見てみましょう。じゃじゃん。なんかわいい。めっちゃかわいいや。そう、こんな顔するする。いやでもほんま毎回言うことですけどね、よくつらとチーピー会ったことないのによく特徴捉えて書いてくれてるなっていつも思うんですよね。ありがとうございます。そうやってこうやってようやったわ。顔をね、持ち上げてね。いやもう泣きそうになるわ。ありがとうございます。可愛らしい。よかったな、つらちゃんな。すごい優しそうな顔してますね。いや嬉しい。ありがとうございます。まあつららはね、もう亡くなっちゃっていないんですけども、つららあんという名前になって、ずっとこのつららんをね、支えてくれてんねんなって思ってます。こうやって皆さんにもね、未だに愛されてるっていうね、亡くなっちゃって時間経つのに未だに愛されてますからね。ありがとうございます。これも大事に保存させてもらいますね。ありがとうございます。まあ投稿しております。うざいもんさんからの投稿です。つららんがの皆さんよろしくお願いします。なんかフリー画像の滝をポスカラで模写しました。太め水彩ってね、難しいですけどね。前回からね、あのイラストとかも含め頑張っておられるみたいで、作品見てみましょう。おお、あ、でもね、しっかりね、絵の具の不透明感活かせてますよね。特にね、これ透明水彩から入られた方がね、不透明水彩扱うと、タイガランの透明水彩みたいに薄めて塗っちゃうんですけど、まあ、それ悪いことじゃないんですけどね。やっぱり僕はその画材その画材の特徴をフルに活かした方がいいと思ってて、不透明水彩使うんやったら不透明感をね、がっつり出して厚塗りした方がいいと思うんですけど、それをよくできてますよね。緑のこのハーモニーっていうかな、こんなんが素敵ですよね。淡い色も上から乗ることによって、こう光ってる感じまで出てきてたりね。不透明水彩よく理解されててね、素晴らしいと思います。ここら辺の握力もいいですよね、この油絵っぽいこのタッチで。ほんまに水流れてみたいですもんね。ありがとうございます。これからもたくさん練習してくださいね、いろんな画材で。まだ投稿しております。みちゃんさんからの投稿です。あれ、アレルギーになっちゃったんですか？大丈夫ですか？そっか、神消費。神を消費。神は消費したくないな。そうそう、僕、神いっぱい買いだめててね、それを全部使い切るまでは神買わんって宣言してね、やってるんですけど、なかなか減らないですよね。みちゃんさんもある種をね、大事にしてたみたいですけどね、風邪ひいてたみたいで。
そうなんですよ。ちゃんとやっぱ使ってあげた方がいいですよね、神はね。米津玄師さんのね、馬と鹿という歌があるんですね。僕ちょっとわかんないんですけど、その世界観をね、イメージして書いてくださいました。行ってみましょう。おー、なんか幻想的。馬と鹿、いやけど鹿をモチーフにして書かれたんですね。綺麗ですね、もう色がね。濁りがないっていうか。やっぱこのある種って柔らかいこの色味が出るっていうかね。コットン紙独特のこの透き通った感じと、なんていうんでしょう、ほんまカラーセロファンをこう重ねていってるような、ね、薄紙を重ねていってるような、しっかりと輪郭も出るし、僕ある種やっぱりね、なんでこんな高いんやとね、思うこともあるんですけどね。でもやっぱり王者やなと思います、紙の幻想的。もちろん送ってくださってます。あ、リサイクルショップ兼喫茶店にお手伝いのアルバイトありました。あ、そうなんですね、みちゃんさん。自分の絵を飾って売ってもいい。わー、ええー、とこですね。そう、みちゃんさんね、あの、賞を取られてね、その時のね、全然迷惑なんかかけてますよ、全然。一人でパニックってました。そう、ご連絡いただいてね、僕の方に。賞状をね、送ってくださいました。見てみましょう。じゃじゃん。すごい、あなた自分らしさを描くアートコンテスト。すごいですね。三菱鉛筆やん。いや、おめでとうございます。素晴らしいことですよ。自分らしさ。確かにね、みちゃんさんの作品はほんま自分らしさが出てると思います。うん。おめでとうございます。素晴らしいことですよ。これからもね、頑張って、悩まれることないと思うんですよ。本当に自分らしさ。ほんまこの通り、自分らしさをね、活かしてね、たくさん素敵な絵描いてくださいね。まだとこましております。パルゴンさんからの投稿です。こんにちは。あ、第68回。だいぶ前ですね。その時に出してくださった作品に手を加えて小ぼてに出したら、まさかまさかの、賞までいただき、いやー、おめでとうございます。すごい。今日はなんか受賞の報告がいっぱいあって、いや、嬉しいですよ。ベニヤ板で薄い箱型を主人が作ってくれました。あー、お優しい。旦那さんも。旦那さんもね、すごいアーティストさんなんですけどね。おめでとうございます。では作品行ってみましょう。あー、これあったあった。すごい。あ、ちょっと確かに手加えて。おー、すごい。おめでとうございます。すごい、結構でかくないですか、これね。旦那さん作られたんですか、これ。はー、素晴らしいですね。市議会議長賞。わー、すごい。あ、ちなみにちょっとね、これお名前が映ってたんですよ。で、いいのか悪いのかわかんなかったんですけど、ちょっともし、あんま良くない、あんま映してほしくないわっていう感じの時やったらあかんなと思って、一応モザイクかけさせてもらってます。出して欲しかったら申し訳ないんですけど一応ピースサインしてますよね。いやでもほんとね、パルゴンさんもね、自分らしさの話じゃないですけどね、自分の世界観がしっかりあってね、優しくてなんかおおらかな世界で、そして面白い、ちょっとクスッとしてしまうっていうところがね、皆さんにもね、評価していただけたんでしょうね。おめでとうございます。嬉しい報告ありがとうございました。また投稿しております。花林さんからの投稿です。お、すごい、人物を入れてみたくなって書き足してみたところ、なんと車よりでかい車なかったことに。では、作品見てみましょう。わー、穴場さんらしい。一点透視図法の作品。確か穴場さんの作品で人物描かれてるのってあんま見たことない気がするんですけどね。シンプルな描画の中にシンプルな表現でね、統一感持たせてるんですけども、横にある車がちっちゃいと。あるねー、でもそれ。あります。結構だからいろんなもんを比べていかないとそういうことになるんですよね。僕も良くなっちゃうので、乗り物とかなんか人がこう入れるかとかね、玄関から。そういうことも考えなあかんから難しいですよね。でも人がこうめっちゃ手前におると思ったらいいんじゃないですか？ね。そんな違和感ないと思いますけどね。まあでも省略の仕方とかやっぱさすがですよね。うん、お上手や。奥まった表現とかもね、素敵ですしね。花林さんありがとうございました。また投稿しております。カズさんからの投稿です。ありがとうございます。そうなんですよ。カズさんご病気でコロナになっちゃったと、もう大変ですね。いろんな大変なことがあられたみたいですけど、ちょっとね、良くなってきたということで、良かったです。安心しました。そんな中、ちょっと前にね、書かれた、ホロウェイの新色でね、蛍光色が出たんですね。それを使って書かれた作品です。夕日を受ける帆船。作品見てみましょう。うわー、綺麗！やっぱ改めて見ると綺麗やな。この作品覚えてますけどね。僕 X、Twitter の方で先に見てるので、これはもうこの絵の具のね、特性をよく活かして塗られてますよね。すごい。これはホルベインさんも嬉しいやろな、こんだけうまいこと使ってもらったら。すごい綺麗ですよね。カズさんってやっぱり色彩がほんまにお上手っていうか、幻想的な感じまでありますしね。この薄いこのね、帆船の感じがね、たまりませんよね。あんまりこれ塗らん方がいいんですよ。このね、彩度高いのを活かすためには。そういうこともやっぱ考えて塗られてる。素晴らしいですよね。カズさんありがとうございました。未だ病み上がりやと思うんでね、無理なさらないでくださいね。
まだ投稿待ちしております。ゆぴーさんからの投稿です。こんにちは。あ、プレイカラー系のやつ見てくださったんですか。ありがとうございます。あ、しかも勝って、うわー嬉しい。間違えずに自分の持ってるペンでやってみました。そうそう、何でもいいですからね、水性ペンで溶けるので。溶け方とかまたちょっと違ったり、色も違うんですけどね。そこがまた楽しかったりして。あ、ペンテルサインペンか。富士さん、今度は美人画を描いてほしい。やっぱ受け悪いか、おじさん。おじさん好きなんけどな、僕。今度描きますね、またね。では、作品見てみましょう。おー、すごい。あ、この色もでもいいですね。ちょっとなんか、荘園僕っぽいっていうか、日本画で言ったら。ちょっと青み帯びた黒でね。そうそう、結構これ溶けるでしょ？水で。なんかこう、ささっと描ける、なんていうかな、水彩画みたいな感じで。グリザイル技法みたいなのって結構好きなんですよ、僕。いやでも上手ですね。いつも色で描かれてるんですけど。モノクロに直した時の描き方もね、しっかり陰影を捉える癖が ついておられるから、やっぱりね、お上手ですよね。いや、ありがとうございます。なんかそうやって動画見てくださってね、同じように試してくださるってすごい嬉しいな。こうやって、まあそういう方いらっしゃるのかもしれないですけど、僕がこう、わかることでなかなかないじゃないですか。この投稿があればこそなんでね、なんかこういうフィードバックじゃないですけど、お寄せくださるのすごいありがたいですね。嬉しい。ありがとうございました。また投稿待ちしております。ヤソンさんからの投稿です。こんにちは。そう、なんかそうなんですよ、全体的に暑いんやけども夜だけ寒いみたいなことなんかな。ちょっとおかしな秋ですよね、今年はね。あ、すごい、場所も決まったんですね、スケッチ会。楽しみ。あ、確かに確かに、小さめのサイズの方がいいですよね。うん、スケッチの師匠、ショッチンさん、いやいや、そのとんでもないですよ。私のアドバイス間違ってませんか？全然間違ってないと思います。特に、スケッチに慣れてくるとですね、結構大きなサイズでも、ビュワーっとね、水の流れを活かして、たっぷりの水で塗っていけるんですけど、多分、そんなにまだ野外スケッチに慣れてない方々もいらっしゃると思いますしね。F2 ぐらいでちょうどいいと思いますよ、僕も。だいたい1時間ぐらいに収めたいですからね。すごい、ヤソンさんがやっぱり仕切ってね、いろいろね、やられるんですかね。またその時の絵も送ってくださいね、描けたら。はい、で今回もね、秋らしいモチーフですね。水彩画教室で描かれた作品です。見てみましょう。おー、すごい。でもこうやってあれですね、なんか季節に応じていろいろなモチーフを用意してみんなで描いたりして、いい教室ですよね、ほんまに。結構なんかいろんな方がねいらっしゃるっていうのが、ヤソンさんのねクロッキーからわかるし、交流の場になってて、またなんかすごい雰囲気を出すやなと。いつものペン画でね描かれてるんですけど、このねさつまいもとかに入ったこのちょっとした線でね、ちょっとボコボコしてこうくぼんでるとことかも表現できててすごいですよね。ただ輪郭線を囲うだけじゃなくって、このちょっとしたね、この柿に入ったこういうちょんちょんちょんとしたこの線とかで丸みを表してたりしてね、線ってやっぱこういうところがあるんですよ。ただ輪郭を写すだけじゃなくて、素晴らしい。それに批判してね、色彩はパパパッとつけられてるのがね、またさすがですよね。スケッチが楽しみですね、本当にね。また投稿待ちしております。エミさんからの投稿です。ためになる動画、本当ですか、ありがとうございます。そんなそんな、そこにいるから描きました。なんかかっこいいですね、鉛筆画をね。そこにいる鉛筆画を描いてくださいました。見てみましょう。あ、可愛らしい、ちょっと上目遣いのね猫ちゃんです。鉛筆一本でね、クロッキーですけどね。エミさんやっぱなんかおしゃれなんですよね、何描いてもパパパッと描かれてる感じがするんですけど。僕藤子ヘミングさんの絵とかもすごい好きで、なんかそれを感じるんですね、エミさんにね。やっぱ音楽なんかな、リズムでこう捉えてるからかな、モチーフを。なんかね、音が聞こえてきそうなおしゃれさがあるんですよ、エミさんの作品。素晴らしいです。何を待ってるのこれ、なんかまんま待ってる目なんかな、これ。かわいい。ゆりさん、ありがとうございます。また投稿待ちしております。ポンタ3号さんからの投稿です。こんにちは。あ、日本画体験教室に参加してきました。テーマは、源氏物語と花。あー、巻柱。父親の泣きで泣く泣く母親の実家に行くことになった娘が、大好きな父親に手紙を書いて、足のひび割れの隙間に手紙を挟んで別れるシーン。そうそうそう。結構泣きのシーンなんですけどね。でも、自分的にはそんな父親嫌やけどな。確かに。まあ、昔の男はね、そんなもんやった。まあ、今もそうかもしれんけどね。では、これにてドローン。はい、見てみましょう。じゃん。おー、すごい。やっぱ、大和絵のね、描き方で描かれてるんですね。わー、でもしっかり描かれてますね。十二人一絵とかもね。僕、源氏物語絵言葉ね、模写してるんですけどね。ほんまなんか、日本の絵画っていうのをね、感じますよね。なんかこう、雪舟とか、やっぱ言っても中国寄りなんですよ。日本の水墨っていう感じしないんですけど、こう大和絵見てるとほんまね、中国でもない、日本やなって思いますよね。すごいしっかり描いて、わーすごいな。こうやってね体験ね、してみたりして、いろんな
あの技術を吸収してまた作品に生かしていくんでしょうね。ポンタさんもたくさんね作品書かれててね、貪欲に挑まれてて素晴らしいなと思ってます。いつもありがとうございます。まず投稿しております。関西市ボキさんからの投稿です。お疲れ様です。一週間。お、新しいペンを購入したので試し書きしたイラストを送ります。あ、そうか、ピグマをいつも使われてるんですね。で、一本しかなかったから予備として買ったのがステッドラのピグメントライナー。へぇー。あ、耐水性で筆圧が強い人にもおすすめ。ほー。はいはい、ピグマちょっと潰れてね、色出にくい時ありますよね。わかるわかる。耐水性って確かあんまないんですよね。なんか耐水性歌ってても、結局色塗ったらちょっと滲むやん、みたいなね。ちょいちょい企業さんに伝わるように掲示板でも言っておいてください。企業見てないやろな。まあそういうお話があったらね、言っときますわ。おい、おい、って。どだけ生意気やね。あーなんか AI 学習で騒いでますよね、ツイッターでね。あれどうなんやね、僕もちょっとあの、知識的に詳しくないからよくわかんないやんけどね。あ、そういう意味でも気概なく絵を投稿したり宣伝したりできるツララの掲示板、本当に貴重な存在です。おー、ありがとうございます。備えていただいて。まあそうね、ツイッターの。ああ難しいですね。まあここがね、あのみんなの掲示板がそういうつながりね、まだまだあの投稿してくださる方は少ないんかもしれませんけどね、そういう風になっていったら楽しいですよね。ありがとうございます。こちらこそですよ。いつも本当に感謝してます。ありがとうございます。では、作品見てみましょう。おお、あ、なるほどね。このポキさんの太い線を描くときに細い線のこの密集で描く描き方はこの細いペンから生み出されてるんや。あー、ステッドラーの。僕、ステッドラーさん使ったことないんですけどね。確かに確かに。綺麗な線出てますよね。いつもの感じで。かっこいい。ささっとこういう試し書きでこういうのを書けるのがすごいですよね。試し書きじゃないもんな、だっていつも。マジ作品やもんね。ありがとうございます。こういうなんか画材のね、情報もすごいありがたいと思うんですよ。皆さん見てる人はね。だから皆さんも使ってる画材とかをね、あの共有していただくのも楽しいかなと。うん。それこそ交流ですからね、その絵描き同士のね。ポキさんありがとうございました。まあいろいろある、どうなるかわかりませんけどね、SNS 問題もね。なんか落ち着くとこがまたあればいいですよね。まあ、投稿待ちしております。山谷さんからの投稿です。こんにちは、ありがとうございます、いつも。あ、すごい、10月で絵描き始めてちょうど2年になります。でも山谷様2年しかされてないんですね。すごいですよね、成長度合いがね。あ、翔鎮さんの YouTube に出会ったのも同じ時期だったね。翔鎮さんのファン歴イコール僕のガリキ。ああ、ありがとう。ファンなんて言っていただいてね。もうありがとうございます。いえいえ、もうなんか僕のね、動画で参考になることがあったらぜひぜひ。人物がね、そっかそっか。それね、そうそう。これまたね、あの、違う動画で言おうと思うんですけど、ちょっと僕、芸術談義みたいな、ラジオ放送を YouTube 上でしようと思ってまして、そう、またね、あの、そんな感じの中でいろいろ答えていこうかなと思ってるんですけど、人物が難しいですよね。ルーミスのね、あの本はね、あの、いいと思います。ただ難しいんですよ、あれ。いいんですけどね。はい、今回季節外れですが、夏の砂間と女性の絵を描きましたと。行きましょう。おー、確かになんか夏を思い出させてくれるような爽やかで、ね、夏やなーっていう感じの絵で、素晴らしい。でも山田さん、そう言いますけどね、人物とってもお上手ですよ。大概こうやってね、斜め向いた作品とかね、描かれるとね、なんか鼻に立体感なかったり、目がね、なんかおかしかったりするもんなんですけどね。ルーミスとかを見て、やっぱこう立体、ね、頭蓋骨からこう捉えていくやり方とかね、いっぱい見られてるからね、2年、だって2年ですもんね、まだ絵描いてね。素晴らしいと思うんですけど。夏っぽいね、作品送ってくれてありがとうございました。またね、あの、技術談義の方でね、人物画については深掘りしていこうと思います。ありがとうございます。まだ投稿待ちしております。アスさんからの投稿です。おはようございます。インドネシアでジャンブ。果物。クローブね。どんな感じなんやろ。半透明のツヤが面白いけど描きにくかったでした。半透明なんや。ではでは作品行ってみましょう。どんな味なんですか、これ。半透明。想像もつかんな。グミみたいな感じではないのかな。でもクローブの一種ってことはちょっと癖あるのかな、味に。でもなんか綺麗、色が。やっぱあの暑さね、水彩が学ばれてるだけあって、塗り方がやっぱねお上手ですよね。こう塗り重ね、しっかりあの面で捉えられてるっていう。ぼかしとかね、にじみもよく最初の段階でやられてて、マスキングなんかも使われたりしてね、素晴らしいです。テカリ感がやっぱありますもんね。インドネシアか、僕全くわかんないんですけどね。なんかこうやってちょっと食べるもんとかね、そんなんも紹介していただいて楽しいですね。あ、こんなんあんねやとか。ありがとうございます。まずどこ回しております。はい、第115回最後の投稿はお絵かき沼さんからの投稿です。こんにちは。
あ、今回もうちの猫で恐縮。いやいや、もう猫ちゃん大好きなんで大歓迎ですよ。あ、野良猫ちゃんが来るんや。自分の餌を引っ張って近づいていくそうです。え、どういうこと、どういうこと。餌のお裾分けをして、それめっちゃ可愛いな。でもそれもありですよね、気を引くためにかな。その状況を外で描きましたと。いやでは作品見てみましょう。どういうことや。じゃじゃん。ちょっと待って、そういうことか。これ猫ちゃんが来るから気を引くために、うんしょうんしょところの皿ごと引っ張ってってんの。なんなんやろそれ、しょうがねえな。めっちゃ可愛くない。でこの子はあんまり興味ないんかな。顔いいな、なんかこういうイラストチックなもん描けるんや。お絵描き沼さん、いろんな描き方できて素晴らしいですね。いやでも絶対そうやって、男はね、そう、浅はかなんですよ。女をね、物で釣れると思ってるのはやっぱ猫やでも一緒だと思うんですよね。でもな、猫ちゃんよ、教えといてあげようか。僕が恋愛の先輩として、そんな献身的なことしても、女はな、物じゃないのよ、心なのよとか言うねん。気付けた方がええぞ。というわけで、お絵描き沼さん、ありがとうございました。いやそんな、まさかそれごと持っていくと思わんかった。でも絶対そうだね。逆に話していくんやったら警戒してんのかなってわかるけど、近づけていくってね、それしかないですよね。優しいんですよね。可愛らしい。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、第115回いかがだったでしょうか。今回も、なんかあれですね、毎回、いろんなね、ご報告とかもいただいて、受賞やったりね、あと画材こんなん使いましたとか、時事問題なんかもね、時折入ってきたりして楽しいね。まあ僕もね、この掲示板はね、なんかこう温かく長い年月をかけて育てていこうと思ってる企画なので、なんかね、面白いことないかな、まあシンプルが一番ええんかなとも思いつつ、テーマ絞ったりしても面白くないですしね、なんかね、自由な方がええんかなと思って、あえて何も僕の方から言わずにおるんですけど、皆さん自身でね、なんかこう工夫して、もっともっとこういろんな体験ができる、企画に育てていってほしいなと。こうなんですからね、管理人が、皆さんがしっかりして、この企画を盛り上げていってくださいね。はい、冒頭でも言いましたけどね、これが、投稿の仕方です。まあこの掲示板の、今見てくださってる画面ありますよね。そこの下に、概要欄というところがあって、そこをクリックして下の方に行くと、つらの塩箱というリンクが青い文字列があるので、そこから飛んで、自分の撮影した写真をファイルとしてアップロードして、送るだけで、投稿完了ですので。まあ、一応写真を送るフォームになってるけども、写真なくてもいいんですよ。なんかこう掲示板ってほんまにそれこそさっき言ったみたいに自由やから、絵描けなかったら投稿できへんというわけでもないので、なんかこう報告会なんで、なんでも。だってヌーさんの作、ヌーさんの投稿見たでしょ。あんなね、今夜の献立どうするみたいなね、おかんみたいなメール送ってくるんですよ。意味がわかる。それ面白いなと思ってね、ぜひぜひ皆さん、自由度の高い掲示板なんで、どしどし投稿お待ちしております。さあ、今月もね、またね、あと10日ほどで終わりますけれども、またあれやね、僕の YouTube で言ったら、年賀状の書き方とか、そんなもんせなあかん時期になってきたのかなと思ったら、なんかゾッとするね。早いわ、1年。まあ、この時期からね、焦り出しても仕方ないんで、焦っても何もね、できないんですよ、大して。焦んのやったらもうちょっと早い焦っとけってね、いつも思いますよね。年末になったらなんか焦るけどね、そのままでいいんじゃないですかね。はい、では本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。皆さんにとって今日も一日ね、素敵な一日になることをお祈りしております。またお越しやす。なんか今ね、 Amazon プライムデーもそうやけどさ、カードプライムカードみたいなの作ったらポイントが7000ポイントもらえるって作ってね、実際ポイントもらったんですけど、これも考えもんですよね。ポイントに釣られてさ、いっぱい作ってったらもうカードだらけになるやん。こういうので釣られてしまうけどさ、なんかどうなんやろね、これね。